こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。概要欄からそのお友達、登録、 LINE のお友達登録の URL と ID 書いてありますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、では皆さんね、例えばよくね聞かれるんですけれども、女性がいつのタイミングで夜を共にするの OK なのかなとか、あとはもうどう思っている、その女性のね、そのやっぱり夜に対する気持ちが分かんない、自分は実際にやっぱりね大人ですから、この先そのお付き合いをしたその先も進めたいっていう風に思うんだけれども、いまいち一歩踏み込めない、どうしたらいいんですかっていうね質問結構いただくんですね。ということで今日はですね、女性が抱かれたくなる男性3つの特徴というお話をさせていただきたいと思います。で、女性がどういう男性に、ね、抱かれたいというか、あの夜をね共にしたいっていう風に思うのか、それをですね、女性の本能に即したポイントで今日はお話をさせていただきたいと思います。まずですね、女性がどういう男性に抱かれたくなるのかっていうのは、一つ目はですね、自信のある男性なんですね。でも男性からしてみると、どうしよう、どう思ってるかなとか、なんかこう自分がアクションを起こしてお断りをされたら傷ついちゃうかなとか、なんかこうお伺いを立てた方がいいのかなとか、いろんな気持ちが試行錯誤すると思うんですよね。でも自信を持って、きっと今日この子は一緒にいたいと思ってるはずだぐらいの勢いで自分に自信を持って、この子もね、あの相手の女性も自分をいいと思ってるよねみたいな感じで、もうそうなんだっていう体でお誘いをしてみる。そうすると、もちろんお断りをされる時はあるかもしれないけれども、そのお断りをされたとしても、女性っていうのは体があるんですよ。手ね。手っていうのは、要は、じゃあ、あなたがお誘いをしました。夜のお誘いをした時に、なんか今日、本当は OK なんだけど、でもいきなりいいよって言っちゃうと、なんか軽い女だと思われたくないなとか、そういうところでお断りをする時もあるんですよね。だからこそ、自信を持って言うっていうことがすごく大事で、まごまごしている感じで言われても、いやちょっとないからみたいな風に思われてしまうんだけれども、でも僕が君のことを絶対に幸せにしてあげられるから、だからお付き合いしてほしいし、夜も共にしたいんだみたいな風な勢いねで言うと、あ、なんかこの人自信があるから、自分の身を捧げても大丈夫なんじゃないかなっていう風に思ったりします。なので自信を持つ、もう自分はこれあれですよ、あの遊びに使わないでね自分はそうなんだっていう体、自分はあなたを大切にします、守っていきたいですね。そして、まあ、今後のお付き合いをしたら、もちろん夜の生活も大事になってきますよね。そんな中で自分もそこでも楽しみたいですみたいな勢いね、言わなくていいですよ、勢いで、それで、今日夜一緒にいたいんだけどってお誘いをしてみる。そうすると、女性はドキッとしますよね。たとえその時断られようが断られなかろうが関係ないんですよ。まずは自信を持つっていうことがすごく大切になってきます。そして2つ目、これは物理的な問題なんですけれども、爪をきれいにしていてください。で、よくね、男性でその伸びすぎちゃってる人、爪が伸びすぎちゃってる人とか、あとはささくれができちゃってる人とか、爪のところにこう黒ずみがついちゃってる人とか、そういう爪の部分って女性ってすごく見てるんですね。っていうのも、これはこう動物的にね、動物的に女性っていうのは受け身じゃないですか。で、手を使いますよね、基本的に。男性は女性のね、大切な部分を扱う時に手を使うと思うんですけれども、そういった意味で爪という部分を女性はすごくよく見ています。で、この爪の部分がやっぱりこう綺麗ではなかった場合に、自分の中に入ってくる可能性があるその手というものに関して、やっぱりこう異物だっていう風に、その脳みそが判断をしてくるんですね。で、その綺
綺麗ではないものがを自分の体の中に取り入れたくないっていう風に思うんですよ。だからこそ女性は無意識的にもやっぱり爪の部分、手の先というものを見ています。女性は結構手綺麗だねとかっていう人っていると思うんですよね。私も男性の手を見るのは結構好きだったりしますし、爪が伸びていたらやっぱ気になっちゃうし、黒ずみがあったら気になっちゃうし、ささくれができたら気になるんですよね。ちゃんとケアをする、爪もちゃんと切る、深爪はしないでもらいたいんですけれども、この白い部分ありますよね。その白い部分があんまりないぐらい、でもまあ、要はここのお肉の部分ちょうどぐらいになるように、デートの時は必ず爪のチェックをしていただきたいんですね。これは清潔か清潔ではないとか、そういう部分にも女性的には関わってきてしまいます。たまになぜか小指の爪だけ伸ばしてる人とかいますけど、絶対切ってください。あれも気になって気になってしょうがないから多分大丈夫だと思いますけど、でもその爪、手の手先ですね、手の部分というものをすごく気にします。なので、まあ、手荒れをしやすい方はハンドクリームをちゃんとね塗るとかね、安いものニベアとか全然安かったりしますので、ささくれがねこれから冬の乾燥の季節だったらささくれできやすかったりとかすると思いますので、その部分もこうケアをするとか、まあ、デートの前だけでも、まあ、できれば毎日ハンドクリーム荒れやすい方はね塗っていただきたいんですけれども、そうやって手の部分というのは女性はすごく見ています。それが夜共にしたいかしたくないかっていうの関係なさそうだけど超関係あります。なのでぜひその爪の部分っていう、手の部分ですねっていうのをちゃんとしっかりケアしといてください。そして3つ目は香りです。香りで、もちろん無臭っていうのもありなんですけれども、ほんのりいい香りがすると、私結構香水ねおすすめしてますけれども、香りって女性の中ですごく重要視するものなんですね。っていうのも本能的なものを、香りっていうのはもう何も有無を言わせず、思考を通さず、香りは脳にバンって直結するんですよ。いい匂いか、いい匂いではないかっていうのは思考通らないですよね。嗅いでなんか香った時に、わ、臭っとか、わ、いい匂いっていうのは、あ、これはこうこう、こういう理由でいい匂いだとか思わないじゃないですか。もう瞬間的に嗅いだ時に脳に直結して、わ、すごくいい匂いだなとか、あ、ちょっといい香りじゃないなとか、まあ臭いなとか思うと思うんですよね。それはどんな人もそうだと思うんですけれども、女性っていうのはその香りっていう部分をすごく重要視しています。っていうのもやっぱりその遺伝子レベルで、女性っていうのはその香り、例えば、近すぎる香りの遺伝子が、ね、にはこう近寄ってほしくないって思うから、女性は男性の香りを嗅ぎ分ける力が男性よりもあるんですね。で、多くの人がこれ聞いたことあると思うんですけれども、喧嘩をした時に女性って近寄らないでってやるじゃないですか。男性ってあまり近寄んないでとか、こっち来ないでとかってやらないと思うんですけど、それって香りなんですよね。香りを近づけないで、あなた今私にとって好きじゃない香りを出しているからやめてみたいな感覚なんですよね。だからこそほんのり香りを出す、それは、こうなんていうのかな、私がよくお伝えしているほんのり爽やかな、まあ、グリーンティーがね私はおすすめなんですけれども、グリーンティーの香りだったりとか、女性が好きだと言われている香り、これもちろん相手によって襟好みがあるんですけれども、グリーンティーは嫌いっていう人今まで聞いたことがないので、グリーンティーがいいんじゃないかなと思うんですけれども、その香りを放つことによって本能的に、あ、この人の香り好き、あ、今日一緒にいてもいいかもみたいな風に思ってもらえる可能性があります。ですので、その香りという部分も注目しておいてみてください。では、じゃあおさらいしますね。女性が抱かれたくなる男性、3つの特徴。まず1つ目は自信がある男性です。そして2つ目は手、爪ですね、爪や手が綺麗な男性。そして3つ目は香りがほんのりね香ってる、素敵なね香りをしている男性。この3つをしっかり把握していただければ、あなたも今夜もしかしたらいいことがあるかもしれませんので、ぜひ頭に入れておいてください。はいはい、では今日はですね、強引に
きな女性を落とす3ステップというお話をさせていただきたいと思います。で、これもちろんね、3ステップあるんですけど、これは知り合いの場合、知り合いじゃない場合はもうちょっとステップがたくさんね、踏まなくちゃいけないので、今日は知り合いね、ちゃんと知り合ってて、それで、もう LINE の交換もしている状態の場合の3ステップっていうお話をさせていただきたいと思います。まず一つ目、1ステップ1ですね。ステップ1はですね、まず相手に合わせていただきたいんですよね。最初は相手の、LINE のペースだったりとか、それは送るペースですね。LINE を送るペース。例えば相手の女性に LINE を送ってすぐ返信来る人だったら、自分も読んだら必ずすぐなるべく返信をするようにする。相手の女性が、まあ、半日ぐらい空ける人だったら、自分も半日ぐらい空けるようにする。一日空ける人だったら一日空けるようにする。みたいな感じで、相手のペースにまずは合わせていただきたいんですね。まず相手のペースに合わせる。あとは会話も合わせるです。相手の女性が、好きなこと、例えば旅行が好きな女性だったりとかしたら、旅行の話をするとか、旅行の話の横展開をするとか、相手の女性が好きそうな内容の話についてってあげたりとか、自分の事例を出してってあげたりとか、自分とかするのではなくて、ひたすら相手がどんだけ楽しんでくれるかなっていうところにまずは、焦点を当てて、相手に合わせるっていうことをやってあげてほしいんですよね。そうしないと、やっぱりね、女性っていうのは、合うか合わないか、まあ、もちろん男性もそうだと思うんですけれども、基本的に女性って合わせるの得意なんですよ。だから男性を楽しませて自分は合わせてつまんないなって思っちゃったりとかするときあるんですけれども、なかなか自分に合わせてくれる男性って少ないから、あなたが合わせてくれることによって女性はすごくあなたといることがめちゃめちゃ楽しいと思うんですね。こんなに自分に焦点を当ててくれて、自分の話を聞いてくれて楽しませようとしてくれる、そして LINE のペースもぴったりみたいな風に勝手に思ってくれるんですよね。なのでそういった意味でも自分にちゃんと焦点ね、自分にフォーカスを当ててくれて、私の話に合わせてくれて、私の話を聞いてくれるみたいなポジションをまずは作っていただきたいんですよ。だからこそまずは最初は相手に合わせる。そして私と気が合うかもしれない、私付き合ったらすごくいい感じに進むかもしれないっていうのを、思わせるっていうのがまず第一歩のステップになります。そしてステップ1で、仲良くなってきて波長が合ってきたら、その次また行動してほしいことがあります。それはですね、必ず押してください。で、よく本当にありがちなのが、例えば、LINE の交換をして合わせてくれて話もすごく盛り上がるんだけど、全然誘ってくれないみたいな問題があるんですよね。女性は基本的にあなたに誘われたいと思っているから、 LINE のやり取りもするし、返信もするし、楽しい話もするんですよ。だけどこんだけ楽しめているのに全然誘ってくれていない、くれないってなると、女性からすると、何メルトモだっけみたいな風に思ってくるんですね。で、多くの婚活女性っていうのはメルトモが欲しいわけではなくて、ちゃんと女性もあなたに会いたいと思ってるんですよ。だけど、男性に誘ってほしいと思っている。今は結構ね、女性から誘う人も多くなりましたけど、それでもやっぱり誘う女性であったとしても、あなたに誘ってほしいなって思っている状況なんですよね。で、せっかくやり取りしているのに誘われ、あなたが誘うことをしなかったら、あなたがいいなって思ってる女性は絶対他の男性もいいなって思ってるから、先に誘われちゃったらそっちに行っちゃって、そっちの男性が楽しいなと思ったらそっちの男性と付き合ってしまう可能性ってあるんですよ。なのでやりとりはもうほんとある程度でいいです。ある程度今盛り上がってきてて、まあ 2,3 日会話続いたなと思ったら、もうね 3日4日でいいと思いますよ。3日4日続いたら、ご飯の話とか持ってって必ずお誘いをしていただきたいんですね。今度お茶しませんかと、よかったらお茶しませんかとか、夜ご飯でもいいですし、今の時期だったら、まあ、ズームで会いませんかとかでもいいですよね。とにかくメッセージのやり取りだけじゃ、何もわからないと思うんですよ。
声もわからないし、表情もわからないし、あなただって女性を知りたいと思っているように、思っているように、女性もあなたを知りたいし、あなたと話したいし、あなたと今後、いいことね、いい関係になれたらいいなって少なからずとも思っているわけだから、そこはあなたがぜひね、もう女性を引っ張っていってあげてほしい。これを見てるのであれば。だから必ず誘ってください。押してください。ご飯行きませんかって、ワンプッシュすること、これをやらないと何にも始まらないです。寝る友で終わっちゃう。むしろなんかね、女性の気持ちって上がるじゃないですか。男性はなんかあったら下がるんだけど、女性はまあ上がってって合わなかったらもう下がっちゃうんですよね。でもう別にいいやみたいな、で他の方行っちゃったりするんですよ。だからこそそれもったいないんですよね。女性の気持ちが上がっている時にこうバンって誘っちゃう、誘わないともう何も始まらない。でもちろん人に合わせてね、ちょっとこう今のご時世を気にしている方だったらズームで一度会いませんかでもいいですし、あ、そういえばね、この間、ちょっと余談になっちゃうけど、私のね、友達の弟の、知り合いだからちょっとすごく遠いんですけど、一度も会ったことないのにズームでお話ししているだけで仙台と東京の人でご結婚したらしいですよ。婚姻届やり取りして、そんなことも今あり得る時代なんですよね。いや、もちろん会った方がいいと思うけど、でもなくはない。本当に会わなくてもズームだけですごく会話があったりとか波長があったりとかして、そこで結婚まで本当にね、婚姻届ね出したらしいんですよね。そういう風にたどり着いちゃったりとかするので、まあ、声が分かって波長が分かって何かお互いねすごく感じるものがあったんでしょうね。もうそういう世の中になってるんですよ、こう今の時代っていうのは。まあ、本当に実際は会った方がいいと私は思いますけど、まあ、それはお互いが良ければねそれでいい話で、なのでぜひ会ってください。押してください。女性もあなたに会いたいと思ってるんだっていう、僕に誘われたいでしょうぐらいの前提でね、上から見るんじゃなくて、僕がじゃあ誘ってあげるよぐらいの気持ち、優しい気持ちで誘ってあげるといいと思います。そして三つ目はですね、押したら今度若干引いてほしいんですよね。私は引かれたくないですけど、やっぱりすごいいいと思ってますみたいな、ご飯行きましょうって言って楽しかったですって言ったのにペッて惹かれると、女性はあれ私なんか悪いことしたかなとか、嫌われちゃったかなって思うわけですよ。でそうするとやっぱり脳みそっていうのは答え探しをしようとするんですね。私なんか悪いことしちゃったかなとか、嫌われちゃったかなって分からないことに対して脳みそが謎解きを始めて、そうするとあなたのことを考えている時間がめちゃくちゃ多くなります。そうすることによって脳みそね、相手の女性の脳はあなたの脳内シェア率が高くなるわけですよね。で脳内シェア率が高くなると、脳みそは私あなたのことが好きなのかな、好きだからこんなにあなたのことを考えているのかなっていう風に勝手に勘違いをしてくれるんですね。そうすることによって、女性はもっとあなたに会いたいと思って、やっとあなたが誘ってくれた時に、わー超嬉しい、やっぱり好きかもっていう風になって好きにどんどんなっていきますので、あんまりね駆け引きは私はしてほしくないですけど、まあ、そういう風に おもてなしだと思って、私駆け引きはすごい嫌いだから、相手の女性を幸せにするためのおもてなしっていう言葉に変えさせていただきますけど、そう思ってね、あなたがその女性のことをすごく純粋に幸せにしたいという心を持ってぜひやっていただければなと思います。じゃあおさらいしますね。まず一つ目はですね、相手に合わせてください。それは、LINE の頻度だったりとか会話の内容だったりとか、まずは相手に合わせて私とあなた合うかもっていう風に思ってもらうことが大事です。そして二つ目は押してください。まあ、押すというか、ちゃんと誘ってください。お誘いをしなければ何も始まらないので、まあ、このご時世に合わせて相手の、まあ、もちろん意見に合わせて実際に会うのか、お茶だけにするのか、ズームで会うのか、それとも、ちゃんとお食事をするのかっていうのは相手のペースに合わせてお誘いをするといいと思います。ズームだけでご結婚した人も実際いるので、夢はいっぱいありますよ。はい。そして三つ目、そしたらちょっと引く。
で、押したらちょっと引いてみる。引くっていうのは、まあ連絡の頻度を若干減らしてみたりとか、いっぱい減らすと、なんか他の人に取られちゃう時があるので、それさじ加減なんですけど、若干引いてみる。で、今まで1週間ね、ごとに会えてたんだけど、10日会えなくするとか、2週間会えなくするとか、やってみると女性は、ちょっとあれ、私、あなたのことすごい考えてる、好きかも、みたいな風にね、思ってくれますので、愛を持って、表取りだと思ってやってみてください。はい、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンのお友達を募集してます。ゲリラライブなんかもやってたり、私から LINE は直接返信をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、ね、これ5つのモテる動画だよ。はい、LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。